こんなにかかるだとびっくりしたけど、やっぱ8000万とかなんだな、これ。いやー高いね。弥生軒一軒。フランチャイズチャンネル。いや、ほんとフランチャイズって評判悪いですよね。悪いですね。詐欺だとかね、ブラックだとか、本部だけが儲かるとかね、まあ言われてます。まあそういうイメージが多いんですけど、僕は3年前フランチャイズ出会って、もう人生変わったんですよね。もうほんと、正しく使えば最強だと思うんで、その誤解を解いていきたい。正しいフランチャイズの知識を皆さんに伝えたい。というわけで、この番組は、フランチャイズ相談所。竹村さん、はい、弥生軒のフランチャイズどうですか？弥生軒、これも結構問い合わせが多いんですよね。問い合わせが多いのはやっぱり営業 FC の加盟開発熱心だと思いますね。でそれをやっぱり示すのに一応3つのね、窓口というかこう選択肢があって、ほう、普通に弥生軒を1から0から自己資金に立てるみたい な普通の FC のパターンと、まあ、そこの林さんが店の中で見た、まあ儲かってる店舗を譲りますよっていうパターンと、あとはいわゆるココイチみたいな、要するに社員からっていう、おー、のれん分け的な、のれん分け的な、この3つをこう用意してるわけですよ。1から自分でやるとすると、これ僕こんなにかかるだとびっくりしたけど、やっぱ8000万とかなんだな、これ。いやー高いね。弥生軒一軒、まあ、これホームページから見ましたけど、内外装費が3000万、空調とか1300万、備品600万、物件取得費2000万、加盟金補助金1000万ということで、トータル8000万、これが自己資金で開業する場合、ね、うん、儲かってる店を譲りますよっていうのはユニット FC って言うんですけど、はい、これは820万、加盟金が500万と補助金が200万で、あとその他費用、材料、原材料費とか研修とかで820万でお譲りしますと。その代わりもちろん買った店舗のやつをロイヤリティ以外にこう払っていくわけだよね。うん、なるほど、ね、うん、で一番最後のそのパートナーチェーン制度って言うんですけど、はい、まあ、これはもちろんゼロだよね、社員からやるわけだから、はい、自己資金ゼロな人は、はい、まずはこのパートナーチェーン制度っていうところで社員として働いて、まあ、給料から天引きされ て、うんうんうん、これはココイチがやって、ココイチはブルーム制度ですかね、やって成功した。ココイチはこれで700人とか FC 作ってんだからね。すご、うん、ということで弥生軒はこの3つの募集をしてますよね。本部はプレナスって会社ですけど、これ元は何の本部だかご存知？ホットモット。うん、そうですね、弁当屋ですね、はい、もともとほっかほっか亭の、ここの会社も面白くてね、ほっかほっか亭の加盟店だったんですよね。もともとほっかほっか亭総本部っていうのがあって、はい、プレナスさんっていうのはその加盟店だったんですよ、うんうん、でもほっかほっか亭総本部っていうのはちょっとこれぼーっとした本部で、本部がこれはちゃんと聞いておいてください、はい、本部がぼーっとしてるとですね、加盟店の方が賢くなるんですよ。で本部よりも加盟店の方にノウハウができちゃって、はい、もう本部よりも全然儲かるんです、このプレナスがやってる店舗。このプレナスって会社がもうその弁当屋のノウハウをこう蓄積したから、まあ、本部を、まあ、これね、基本的にはもう乗っ取られるような感じだよね。まあそこは乗っ取るって感じじゃないんだけども、まあ、それだからもう見てんだけどね。 FC 本部とやってるとしたら、こんな加盟店の独立なんてもうおこなわけじゃないですか。ちょっとプレナスさんちょっとね、反逆者みたいな、なんかこう気がするんですけど、うん、だけどやっぱりそういう本部だから力があるんですよ。だからやっぱこの弥生軒にも、僕はあんまり弥生軒食べないけど、やっぱりそのプレナスのその経営力っていうのはね、生きてる感じがする。そうなんだ、うん、で、全然弥生軒の FC の話にならなくなっちゃったから、はい、次回もう一回、はいはい、フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます、ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただけますよ ね、 いますね、なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、コメント欄が寂しいんで、ぜひぜひいろんなコメントとか、まあね、こっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、メールもあるんで、いろいろご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。